メーター登場してきます。初回の攻撃です。うまく軽打した。左中間に転がる。野口が今日一軍に上がってきて挨拶代わりのレフトへのヒット。ノーアウト一塁です。さあ点を取りたい。ランナーは二塁ランナースタートを切る。野口が三塁に進んでいきました。一塁アウトですが三塁ランナーホームに帰ってきています。4-6-3月2の間に1点を取ったオリックスバファローズ1対0です。ライトの前に落ちる。スリーランナー三塁に向かっていきます。森が三塁まで到達。2アウト1三塁、ピッチですよね。レフトのヒット。ワンアウトランナー一塁。どうぞお願いします。その年にそのボールを出したわけです。1回目にゲッツーで1点許しています。グラブにいいコースに転がっていく。ランナーは3塁ストップです。レフトへ飛ぶ。3塁ランナーもちろんホームに帰ってくる。2塁ランナーも追走してホームに帰る。2点追加。2点追加。3対0としました。頓宮レフトへ2点タイムリーヒットを放ちました。いやーさすが頓宮ですね。いややっぱりいい思いっきりですよ。良かったですね。はい、シュートスプリットですかね。そうですね、ちょっと落ちながらスライダーでレフトへ飛ぶ。どうだ。フェアゾーンに入った。一生懸命走る。悠々二塁到達。茶のツーベースヒットを放ちました。ワンアウト二塁です。いやレフトへ持っていきました。いかがですか。いやもうその前の打席からね、なんとかこうしようっていうのは見えてたんで、はい、まあ、でもなんかあっち方向にっていうような雰囲気はちょっとありましたけどね。意識はね。ライト後方に打ち上がった。右側に転がっていく。胸はゆっくり。二塁ストップ。もちろんその前に下田がホームに帰ってきています。オリックスバファローズさらに1点を追加。4対0。あの今のもまっすぐかなと思うんですけど、やっぱ高いんですよね。はい、1番の野口の当たりライト線転がっていきます。そうでもないような感じですよね。はい、これも中川捉えました。レフトへ転がっていきます。一塁ストップ。ノーアウトランナー一塁。これも高いですね。高いんですね。即先発という流れ、予定通りの行動だったんですが、あっとこれはライトへ転がっていきます。中川圭太が三塁に向かって走っていく。バッターランナーも二塁へ。ここはもう隙を突きます。オリックスバファローズいい走塁が見られました。結構みんなでこう行きますね。はい、この辺りが抜けていきます。この後です。中川三塁に、これを見て森がもう一目散に二塁へ。ここからです。隙を突きます。見ましたね。左中間に飛んでいくが真ん中に落ちる。中川ホームに帰る。また打ったのは5番の頓宮。5点目が入りました。5対0。頓宮のタイムリーヒット。オリックスバファローズ今夜も2桁30本というセデーニョ。センターへ距離は出ません。三塁ランナースタートを切る。ホームに帰る。さらに1点を追加。セデーニョ打点1をゲット。6対0。オリックスバファローズリード6点です。三塁からホームに帰ってくる。打っています。レフト高いフライ、後ろへ下がります。キャッチしました。二塁ランナー三塁に向かう。頭から行く。
滑り込んで高卒3年目20歳の山崎慎太郎さん、そう打球弾んだ内野へ転がっていきました。こんなこともあります。挽回し始めています。ライトへ転がっていく、もちろん三塁からランナー帰ってくる、ヌネタイムリーヒット。8回の裏オリックスバファローズ伊藤から1点を取りました。8対0リード8点です。今日は田中将大先発7失点。